児玉さんは競輪学校はどうだったですか？本当に一日中自転車に乗ってて、もうやっぱ訓練はきつかったので、訓練が終わって寝る時間の間は毎日のようにお菓子パーティーをしてました。お菓子は売店で、はい、簡単に購入できて手に入るんですね、はい、でもやっぱ男子の接触がダメなので会話もダメだし、売店の男子が入っていい時間、女子が入っていい時間とかもあったし、厳しいというかもう全然違うなと思いましたね、うん、逆に男性と同じことを全部しなきゃいけないっていう感じでやってたので、腕立て伏せとかそういうのを、まあ、男性と同じ分やらなきゃいけなかったので、それはやっぱり最初きつかったですね、うん、ついていけるもんなんですか？最初は全然ついていけなかったです、うんうん、きつかったです、ね、きつかったですか？ご飯とかももう5分ぐらいで食べなきゃいけないんですよ。最初はもう全然食べれなくて、あんま言えないですけど、ちょっと早弁じゃないですけど、うん、いただきますを言う前に、教官が来る前にこそこそって先に食べてたんですよ。今だから言いますけど、こっそり。それはでも、すごく残ってますね。覚えてます。オートはどちらかというと、体重を軽くしろっていう方なんで、やっぱ取り柄というか小さくて軽量っていうところがやっぱり多分女性の有利なところがそのぐらいしかやっぱりないと思うので、そこはやっぱり卒業するときすごい一生懸命減量しましたね、うん、逆にその体重を減らしちゃいけないっていうのはそれはそれで多分きついんだろうなって、うん、そういうことですよね。減らしちゃいけないんですよ ね、なんか重ければいい軽ければいいっていうのはないんですけど、やっぱ自分に合って自転車が乗って調子がいい体重がそれぞれあるんですけど、はい、やっぱその調子がいい時の体重より増えたら調子を落としちゃう、痩せたら調子を落としちゃうっていうのがあるから、やっぱキープっていうのが難しいし、そのベスト体重を見つけるっていうのも結構難しいですね。やっぱり結果が出た時の体重とかまあ、スピードの進む時だったり、もう自転車が思いっきり進む時だったりっていうのをいろいろ見極めて、感じが良かったりっていうのを見極めてこの体重だっていうのを探していかなきゃいけないので、結構難しいですね。児玉さんはそのあたりこうお客様にお金をかけてもらうっていう立場になってどうですか？そうですね、私もオートも競艇も買ったことあるんですけど、はいはい、うん、やっぱり私も死ねとか言われたことあるのでその買ってない時期ははみたいなそこで思ってたんですけど、そのお客さんの気持ちも本当に分かるし、だからこそこうゴールまでしっかりお客さんに何て言うんですかね、喜んでもらえるっていうか、一生懸命やってるっていうのを伝えられるようにこういそいそ走ってるんですけど、お客さんの気持ちは十分分かりますねそれはすごい分かります。その最後まで諦めないとか、まあ、もう厳しい時があるじゃないですか、うん、なんか調子が悪いとか3着以内にもう車検に絶対絡めないような残り1周とかっていう時もありますけど、それでもやっぱりお客さんは多分見てくれてるんで、最後まで全力でっていうのはすごく思いますね。そこはじゃあもう本当に共感し合えるところですねガールズ競輪は女性だけ でオートレースの場合はもう男女一緒に走るっていうところが本当に大きな違いだと思うんですけど、苦労とかってどうですか？すごく気になるのが、うん、レースっていうよりはやっぱ女性、もう女性だけっていう感じじゃないですか、はい、後輩がすごい増えてきて、やっぱ女子同士というか、はい、女性だけで、うん、どうやったらうまくやっていけるかなみたいなのがこれからなんかちょっと不安というか、なんかそうですね、まあ、でも本当もう同期でいることがみんな多いから、あんまり先輩と絡む、先輩と後輩と絡むっていうことがあんまりないんですけど、まあ、でもやっぱりレースで危ないことをしたら怒る先、もうすごい怒る先輩もいれば、まあ、やっぱレースのことやけん仕方ないやろうみたいな感じで反抗する部分もあったり、なんかやっぱそこは女子だなっていうのは、じゃあそこ
うまく作っていかないとですね。ウニとカルビです。ウニちゃんカルビちゃん。可愛いでしょ。